ピューディパイことフェイリックス・アルビット・ウルフ・シルベリ1989年10月24日対は、スウェーデンの YouTuber 及びコメディアン。YouTube 上でのチャンネル登録者数は1億1000万人以上を誇り、個人が運営する YouTube チャンネル、ゲームチャンネルでは、世界1位の登録者数を保有する人物である。スウェーデンの港湾都市であるヨーテボリで生まれ育ち、2008年にゴータボーグスホーガーサムスコラを卒業した。その後、スウェーデンの最難関大学の一つである、私立学校、チャルマース工科大学で、産業経済学と技術経営の学位を取得しようとしていたが、退屈すぎるとのことで2011年に大学を退学した。退学はしたものの、大学は彼の活動を支持しており、時折大学の広報が彼のチャンネルや歴史などを紹介している。在学中は数学の成績が学内1位であったりと、成績もトップクラスだった。大学在学中を含む活動当初の頃は、YouTube には収益機能がなく、ホットドッグを売ることで生計を立てていた。本人はマイニュージョブやマイオールドジョブなどの動画内でネタにしている。登録者が5人の頃からスタンスは変わっておらず、YouTuber が仕事だと思ったことはないと語っている。YouTuber になる方法などを動画で解説したことがあるが、YouTuber 専用の事務所に入ることはお勧めしていないと、自分以外の同業者たちの理想と現実を真面目に語っている。2010年10月、YouTube への動画投稿を開始。初期は主にホラー系やアクション系のビデオゲーム実況の動画を YouTube に投稿していたが、近年はネット動画、画像などから面白いコンテンツを紹介する内容に変わってきた。書籍やウイスキーの批評などもする。彼のチャンネルの視聴者層は13歳から17歳が 11%、25歳から34歳が 28%、18歳から24歳が 44%、35歳から65歳以上が 17%、55歳から64歳が 1% となっており、もちろん子供も見てはいるが、青年や大人の視聴者が圧倒的に多い。2013年の11月から12月に一時的に YouTube のスポットライトチャンネルによって上回られたものの、ピューディパイのチャンネルは2013年8月以来、YouTube で最も登録者数の多いチャンネルとなっていた。2014年8月にチャンネル登録者数3000万人、2016年12月にチャンネル登録者数5000万人を記録。2019年3月27日、大登録者戦争において、T シリーズのチャンネル登録者がピューディパイの登録者を抜いたことで、2番目に登録者の多いチャンネルとなったが、T シリーズは YouTuber ではなく企業であるため、最も登録者が多い YouTuber であることは変わらない。2014年には、アメリカの人気ブラックジョークアニメ、サウスパークとのコラボで、シーズン18第10話にて、ピューディパイ本人がアニメ終盤に登場した。これは彼本人の動画でも確認できる。2017年に発生したローガン・ポールが日本にて迷惑行為をしながら観光をし、富士の樹海にて自殺者の遺体を撮影し、それらを笑い話にした内容の動画を YouTube 上に投稿して、急上昇1位となった事件について、ローガン・ポールと米 YouTube 本社を動画、ローガン・ポール、PEW NEWS等で自身の過去を交えながら痛烈に批判した。2018年の新年からあまりにもゲームをやらなかったせいで視聴者からスマッシュブラザーズの新作をやってほしいと要望が殺到したため、久しぶりに全力でゲームを楽しもうということで、同年3月にガールズ&パンツァードリームタンクマッチをプレイした。2019年8月25日、YouTube 個人チャンネルで史上初の1億人に到達を果たした。YouTube 公式 Twitter では YouTube 本社より彼への祝福と記念の動画が投稿された。なお、ピューディパイは2010年度最優秀 CIO であったスウェーデンのファッションブランド店でノルウェー、フィンランド、ポーランドと合わせて約400店舗を展開しているキャプルの前 CIO であるジョハンナ・シェルバーグの息子である。フォーブスが2018年度言った YouTuber の年間収入公式調査では、彼は1550万ドルを稼いだと報告されている。2018年に広告主は彼に依頼したスポンサー付きビデオの依頼として最大45万ドルを支払った。世界的な影響力のあるトップ YouTube スターの中では珍しく、収入目的での企業タイアップは基本的にせず、興味のあること以外の依頼は受けないスタンスなため、ほとんどの収入源は動画の広告収入となっている。そのため、フォーブスが公式に計測している YouTuber の年間収入世界ランキングでは10位前後になっていることが多く、他の YouTube スターが自身よりランキングの上にいっている場合が多い。2020年度のフォーブスの調査では、ゲーム実況者仲間のマーク・プライヤーは1950万ドルで世界ランキング5位、ピューディパイのブローアーミーの一人でもあるマビーストは2400万ドルで世界ランキング2位となったが、ピューディパイは10位以上のランキングから外れている。2019年2月3日に生配信されたフォートナイト実況放送はそれまでゲーム実況者忍者の保有していた世界一の購読者を持つフォートナイト実況者の記録を塗り替えた。2019年10月、習近平国家主席のファニーネットミームを動画内で紹介した結果、中国国内のすべてのサイトで彼の情報がすべて削除された。2019年時点での純資産総額は3000万ドルから5000万ドルとされており、これまでに寛大な寄付を幾度も言ってきている。2019年には500万ドル以上の寄付を行っている。2019年、オーディエンスの規模、エンゲージメント率、ソーシャルアクティビティ等に基づく統計算出によって選出されるサンデータイムズの最も影響力のある100人のデジタルインフルエンサーにてトップの人物となっている。2021年4月、個人チャンネルとしては史上初登録者1億1000万人に到達した。スウェーデン出身であるが、彼のガールフレンドのマルツィア・ビゾーニンと共に彼女の母国イタリアに移住した。2013年7月、より良いインターネット接続のためにイギリスに移住。2019年10月1日公開の動画にて、日本に家を購入し引っ越しの準備中であることを発表。夢が叶ったと語っている。2019年12月、日本から離れている間に、空き巣被害に遭い、日本の家に置いていたマルツィアの宝石や限定グッズなど数年かけて集めた貴重品の9割が盗まれてしまったことを明かした。しかし、彼自身の重要なものは、カメラとコンピューターしかなく盗まれなかった。彼は動画でそれらについてギリシャの哲学者ディオゲネスの言葉を交え自分はすでに物質的な事柄への関心から離れていると語り金銭で手に入るもの以外が盗まれていないのなら気にしてないとした。過去にも観光で何度も日本を訪れ旅行、ビログを投稿している。読書も趣味で哲学書や小説を好んで読んでいる。哲学書はディオゲネスの著書、小説は日本文学が特に好きだと語っている。太宰治の人間失格や三島由紀夫の豊穣の海などといった小説を詳細に紹介、それを通して当時の日本の状況や日本人の価値観について解説し、俳句について動画で近代までの流れや表現される世界観を視聴者に説明をするなど、日本文化や歴史にも詳しい。日本のアニメや漫画も大好きであり、特に好きなアニメはベルセルク、シュタインズゲート、いちご 100%、もののけ、ブレイム、漫画はベルセルク、ブレイムが好みである。これらについても作風や世界観等を解説して好きな理由を語っている。伊藤かな子のシュタインズゲートの曲や平沢進のベルセルクの曲も好きである。アニメ版ナルトは第1話から最終話まで視聴したと報告した。また、ガンダムのプラモデルが好きであり、日本旅行のビログにてどれを買って帰るか、毎回悩んでいる。彼のどんな漫画やアニメを現在見ているかどうかは、マイ漫画リストにて確認できる。2018年4月、旅行で、日本滞在中にマルツヤと婚約した。二人が出会ってちょうど8年目となる2019年8月19日、二人はロンドンのキューガーデンで結婚した。マルツヤも700万人以上の登録者を持つ人気の YouTuber であったが、現在は YouTube を引退。チャンネルは残っている。衣料品ブランド、月を二人で設立し経営している。衣類には、ひらがなで、月や、つつつきと印字されていたり、帽子や、マグカップ等に、日本のゆるキャラのようなアイコンが付けられているものとなっている。本人が生産数を増やす気があまりないため、人気な品は入荷後すぐに売り切れてしまっている。月以外でも時折に、衣類やヘッドホンを独自にデザインした品を視聴者向けに販売することがあるが、過去に予約数に合わせて生産数を決めることをした結果、注文数が多すぎて困ったことがある。その後、生産数を決めて販売するようにしているが、販売開始後に瞬時に売り切れることが多い。Twitter や Facebook での投稿は現在行っておらず、YouTube 以外では Instagram や Reddit を利用している。インスタグラムのフォロワーは2021年1月時点で2165万人であり、彼のアイコンである赤い四角などでデザインされた iPhone ケースやステッカーが購入できるサイトまで飛べる URL が貼られている。体質と精神面のためにと筋力トレーニングを日々言っており、自身の肉体をインスタグラムに投稿してファンを驚かせ絶賛された。スウェーデンのファッションブランドキャプルの前 CIO である、ジョハンナ・シェルバーグは彼の母親であり、父親のウルフ・クリスチャン・ケルバーグと妹のファニー・ケルバーグ、彼の妻のマルツヤ・ウィゾーニンとの5人家族である。家族仲は非常に良く、過去に彼の家族紹介の動画に母親と妹が出演したこともある。Twitter や Facebook の拡散方法やおすすめ、トレンド、それに伴うアルゴリズムに疑問を呈しており、2019年12月に I hate Twitter というタイトルの動画を投稿後にアカウントを完全に削除した。現在は新たな Twitter アカウントは保持しているが、投稿用ではなく自分関連の犯罪抑制のために置いているだけとしている。また、Twitter での書き込みや言い争い等による時間の浪費は人生の無駄だと視聴者に語っている。Facebook に関しては CEO のマーク・ザッカーバーグへの疑心や疑問を語っており、2017年から2021年初頭までは Facebook での投稿をしておらず、同社が保有する Instagram は使用しているが、Facebook 社が Instagram を手放すことを望んでいる。2021年初頭からは Facebook での投稿を再開しら。自分の利用するプラットフォームの YouTube に対しても、Google や YouTube に急上昇や中毒性のアルゴリズムの改善や、YouTuber の再生数の稼ぎ方の問題を視聴者や同業者を含めて過去に何度も訴えている。2019年8月にビデオ制作から休憩することを計画していると示唆した。同年12月14日に投稿した動画内で2020年から自身のチャンネル及び YouTube から離れて休息することを公表。同年1月末から休止したが、30日間の休息をし終えたとして、同年の2月21日に再開した。ピューディパイのチャンネルは、プレイするゲームに対する彼のコメントとリアクションに大きな特徴がある。ホラーゲームやアクションゲームのプレイで有名で、最も著名なのは、アムネジア、ザ・ダーク、ディセントとそれに関連するモッドの動画。彼のレッツプレイ動画は一般的な攻略動画とは違い、俺の兄弟たちと YouTube でゲーミングの体験を共有することを目的にしている。彼はインディゲームの開発者を応援している。ピューディパイが特集したゲームはしばしば売り上げに影響を与える。長年の間、プロフィール画像は顔の部分は赤い四角で隠された。長井豪原作のアニメ、デビルマンに登場する、飛鳥涼が使用されていたが、2020年下旬から、謎の人物の写真に変更された。それに伴い、チャンネルアートが、飛鳥涼に変わった。2011年9月2日より週刊のビデオブログの投稿を開始。編集作業は一人で行っていた。動画投稿の頻度は次第に高くなり、ほぼ毎日アップロードされるようになる。彼は YouTuber のブラッド・オットと細部に編集を頼むことがあると言及したことがある。二人はピューディパイのビデオの編集作業を動画で解説している。ゲームプレイ以外の新しいフォーマットとしては、ミームレビュー、ルビ、ユーラフ、ユールーズ、PEW NEWS、ブックレビュー、フライデイズ・ウィズ・プディパイなどがある。チャンネルの視聴者層は13歳から17歳が 11%、25歳から34歳が 28%、18歳から24歳が 44%、35歳から65歳以上が 17%、55歳から64歳が 1% となっている。30歳以上の人の大半が知らない。世界で最も有名な人物と評されている。ピューディパイはファンのことをブロズによって作られたブロアーミーと呼び、動画の最後にブロフィストを行う。ピューディパイは子供のファンのことを9-year-oldsと呼ぶ。ソーシャルスターアワーズでは警備員の警告を無視してファン一人一人と挨拶するためにレッドカーペットの端を歩いた。ピューディパイのチャンネルは以前はメーカースタジオのゲーミングネットワーク、ポラリスにあったが、彼の言葉遣いの悪さを理由に契約を解除された。彼のチャンネルは若い視聴者を強く引きつける。Google は彼らの傾向に多額の寄付をしたことも明らかにした。動画内では追加のお祝いとして、あらゆる形態の偏見や偏見と戦う組織である ADL に$5,000,000を寄付するよと語った。マビーストなどのティムトリーズに約$8,000,000寄付。2021年8月、自身の YouTube チャンネルのメンバーシップで得たお金$1,500,000を募金したと発表した。テレビゲーム、セル人シミュレーター2013の宇宙人、外科手術ステージに出てくる臓器の一つは、ピューディパイに敬意を表して、プツボールと呼ばれている。2018年10月5日、パーティー・イン・バックヤードと共に作成した T シリーズを風刺した楽曲ビッチ・ラザーニャを投稿。2021年5月時点で再生数は288,828,503回。彼のチャンネルで最も再生数の多い動画となっている。2019年4月1日、YouTuber のルーミーとボーイナバンドのデーブと共に作曲、作詞したチャンネル登録者数1位となった T シリーズを祝福した楽曲コングラチュレーションズを投稿。これは2番目に再生数の多い動画となっている。2019年10月、日本へ引っ越しをしたピューディパイは、香港の抗議活動に対する中国政府のやり方を批判、中国政府を知らない視聴者向けに、習近平国家主席のファニーネットミームを交えて、紹介する動画を投稿し破竹の勢いで拡散された。その後、中国国内での彼に関連する言及、メディア、議論の書き込み、さらに100度、ビリビリといった人気のある検索エンジンや動画サイトから彼に関連する検索結果がすべて削除された。彼は帰省後、想定通り過ぎてとても嬉しい。帰省してくれてありがとう。と語った。中国国内で同じく規制された DJ の Z は、ようこそ我々のクラブへと彼を絶賛した。なお、中国国内ではそもそも YouTube 及び Google へは、金立ての検閲でアクセス不可能なため、ピューディパイの中国国内のファンたちは VPN を使って Google 及び YouTube にアクセスして楽しんでいる。2021年2月、ココメロンへのディストラック、ココを投稿したが、約4日後に、YouTube により削除された。理由は規約違反だということ。ありがとうございます。